2015年僕は国勢調査のプロジェクトチームに抜擢された。これは僕の人生にとってビッグチャレンジになる。国勢調査の概要を分かりやすく広報する映像がこちらです。皆さん、今年は国勢調査。国勢調査は日本に住む全ての人や世帯を対象とした国の最も重要な調査。地域の少子高齢化の状況や東日本大震災の影響など、いろんなことが分かります。私たちの未来づくりに欠かせない福祉や防災、環境対策など、いろんな計画にも役立てられるよ。日本の未来をつくる国勢調査、皆さんご協力よろしくお願いします。いかがでしょう？なかなかいいな。ありがとうございます。さらに今回はインターネット回答の導入により大きな節目を迎える。それをスマートに広報できればなおいいが。スマート？次。はい、今回の調査から国民の皆様により便利に回答いただくために、全国一斉インターネット回答をスタートします。こういうことだよ。最先端の調査システムにより入力した情報は厳重に保護されます。スマートだ。それならマンションなどにお住まいの方にも効率よく回答いただけるな。次。まただ、はい、スマートか。調査実施の流れについて説明します。今回の国勢調査は、まずインターネット回答用 ID を調査員が全世帯に配布し、その後全国で一斉にインターネット回答期日を設けます。インターネット回答した世帯はそれで調査終了。インターネット回答のなかった世帯のみに紙の調査票を配布することで、調査票の枚数や郵送料の削減など効率化を図ります。素晴らしい。効率的になってとてもスマートだ。ありがとうございます。では次回は来週の火曜日15時から。各自練り直しておくように。くっそー、俺だってなんかスマートな。これだ。ちょっと待ってください。なんだ？国勢調査のイメージキャラクターセンサス君を僕にプロデュースさせてください。え、センサス君をプロデュース？おう。あれはなんだ？記入回答用の鉛筆だけじゃなく、スマートフォンを持ってパワーアップした。そう、国勢調査のイメージキャラクターセンサス君がスマートフォンを持つ。今回の調査からスマホでも回答できることをスマートにアピールできます。インターネット回答の導入で大きく変わる今回の国勢調査、今年はスマホでスマート国勢調査です。なんてスマートなんだ。データの向こうにドラマがある。スマート国勢調査。